んにちは、あるいはこんばんは、岩の院長です。今日はね、今さっきね、いっぱいもこうマシュマロの動画をバーッと撮ってね、来た質問動画撮って一瞬嫌になっちゃった。はい、ということでね、はい、気を取り直して、質問に答えていきたいと思います。いただいたマシュマロ読んでいきます。院長先生こんばんは、お疲れ様でございます。疲れてます。あ、それいい。いつも動画を楽しく拝見しております。 YouTube でいろいろな整体院の動画を見ているのですが、手と足の指をパキパキ鳴らす施術をしているところがあります。指を鳴らす施術は何か意味があるのでしょうか。過去に回答されたら申し訳ありません。20代男性からの質問ですね。はい、ですね、いや嘘です、ちゃんと意味ありますよ。はい、これね、まあどういうことか説明しますとですね、あの特にね、足の指鳴らすのは、まあ、なかなか意味ありますね。はい、でね、こうまあこれこうさ、手をこうやって動かすのっていうのはさ、まあ、こっちでさ、こう紐でこうやって引っ張ってる状態になるわけ。わかります？こう紐が動いてる感じ、こう剣がね、こう紐みたいにつながってて、中でキュッと引っ張られてこうやって動くわけよ。でこれをさ、腱鞘炎とかなっちゃったりするとか聞いたことあるじゃない。はい、こう中のでぎゅうぎゅうに引っ張って固まっちゃって、この伸びてても中がぎゅうぎゅうに詰まってる状態っていうのが発生してたりするんですよ。でこれが詰まってると腱鞘炎の中はここも詰まっちゃうわけ。下に向けてこうぐーっと突っ張る圧力がかかってる状態になる。それを緩める一つの手段だったりするんですね。でまあこれ手だからそれなんですけど、足だとあの指よりもこっちの部分の方が大きいじゃないですか、足って。でそうするとこう測定のね、痛くなるわけよ。で足ピッて引っ張ったり、こうまあちょっとね、 こんな感じで引っ張るとこうさ、ペキンってなるんだけど、あれをやるとですね、こう上からグーッとかかって、圧力がかかってるじゃない、足って。でそれで中が、それも足の指だってこうやってもちろん腱がついてるからさ、でそれと一緒になって凝って固まっちゃってて、でそれでこの裏の筋肉が固まっちゃうわけ。そうすると足底筋膜炎とかさ、歩いてた足の裏がめっちゃ痛くなっちゃったりとか、そういう症状が発生しやすくなるのね。それをペンペンって抜いていくと、筋肉の緊張の緩和になるんですよ。でボキボキさ、こう鳴らすと、まあボキボキ整体そのものを否定してる人もいますけど、あの別にそれは否定するのは自由なんですけど、鳴らすことによってですね、何が発生するのかって言ったら、まあ衝撃波なんですよね。で基本的にはそのキャビテーションという現象が起こってるとされてるんですけども、関節を包んでる膜の中の水圧の変化で気泡が発生して、それが破裂すると。その時に硬い骨とか固まってる筋肉とかに当たった時の音がこうボキッて音がするという。でその時のキャビテーションってなかなかの衝撃なんですよ、実際は。でよくさ、こう船の動かすプロペラがついてるじゃん、あれがさ粉々に急に壊れちゃったりするとかってあるんだって。でそれがさ、船っつうのはさ、こうまあプロペラが何枚もついてこうやって回ってるじゃん。でこの進行方向と対して水圧の変化がこの回転で起こるんだよ。でその時に水の中にいるのに泡が出たりする、あれキャビテーションらしいんです。でその衝撃波でなんか知らんけどね、俺もその子詳しく、その衝撃波で壊れちゃったりするの、急にバキンあれみたいなで止まっちゃうみたいな、そういう恐ろしいことも起こるらしいです。はい、これはあくまでらしいの話なんですけど、でキャビテーションのせいとも言われてます。だから原因不明の場合があるんですよ。でそのキャビテーションというのはそれぐらいの衝撃波が出るから、その衝撃波の振動で周りの固まってる筋肉が緩むんです。固まってるから関節も詰まってるんですよ。でそれがパーンとなって弾けた衝撃波で緩むんですよ。でよくさ、こう無限にボキボキ鳴る場所とかあるじゃない、人によって。あれは骨のその関節のそれが鳴ってるというよりも、その何か腱とかがその骨とか筋肉を飛び越えた時の音、こうパチンとこう、なんつうんだろう、こう指で出して、まあこういう風に音出るじゃない、こうこれでこうやってなんか飛び越えた時の音がそのボキボキに近い。それもやっぱ硬い骨のそばだったから、だからこう無限になってるような気がするんだけど、実は腱が飛び越えてるだけだったりするのね。そういうのではなく、この足のとかさ、ここの関節とかもさ、バキバキってこうなったりするんだよ。俺はちょっとなんないのかな、今プチってなったでしょ。自分の鳴らせねえんだよな、俺。痛めてからちょっと怖くて、まあそれでそこら辺でこうポキポキ鳴らすとですね、その固まってる筋肉を緩めてしまうということで効果が出るんですね。まあ手はさ、そこまでやんなくてもいいかなと。
ただなんかね、これはさ、もう俺やりたくないんだけど、ここをこうパキッと鳴らしたりするじゃん。あれで痛めちゃったりしたからさ、もう俺ちょっと嫌なんだけど、でこうやって鳴るじゃない。鳴るとそこの周辺、この腱以外の周りの筋肉も緩むから柔らかくなるんですよ、で動きが。でそのために自分じゃ動かしようがない動きとかもあるわけよ。で脱力のどっちかが力完璧に抜けなかったりするから、その脱力の最中にこう鳴らしてもらえるときっちり緩む。ちゃんと鳴らせる人にちゃんと狙ってやってもらう。まあ、言わんとは別に手鳴らしてる人はないです。でたまにあの足の指は場合によっては鳴らすんですよ。それも足首もやっぱ詰まっちゃったり、腱鞘炎とかにはならないけど、足首が詰まっていたりとか、その足首を抜いたりするときに先に指を、足の裏がね固まって指とか抜いて一旦動きを緩めてから足首抜いたりとかするんだけど、そういう時に使う感じ。だからね、全くの無意味とかパフォーマンスでやってて、つかまあ理解してないでやってる人もいるかもしれないが、わかんないけど、俺そこまで整体院の動画は別に見ないんで、ただ全くの無意味でやってるんじゃなくて、ちゃんと意味のあることとしてもやることができますと。言い方がちょっとあれですよね。だからパフォーマンスでやってるかもしれないところもあるし、だからそこまで手とかは鳴らさなくてもいいんじゃないかなと思うこともあるけども、鳴ることによってその発生した衝撃波で緩めるんですね。特に足の裏は結構それ有効です。はい。なのでたまにやります。めちゃくちゃ太ってたりすると足の指が本当ギュウギュウに詰まってるんですよ。昔、肉チョモとコラボした時、まだコニーちゃんがいた時に、コニーちゃんの足の指って毎回ビキ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 になるんですよ。やっぱ重いから。ギューッと詰まる圧がかかっちゃうんですよね、中に。でそういう人はその抜いてあげると、そうしないと足首もおかしくなるし、ふくらはぎの動きも悪くなったりすると、そういうことがあります。だからそこまで大きい、なんていうのかな、絶対必須っていうわけでもないんだよね。はい。他で補ったりすることもあるし、揉みほぐして済む場合もありますということです。ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。